何がわからんかがわからん。チャオガミです。今回はお酒の処方の処方第2回、前回の第1回ではお酒赤ちゃんはやばいよという話をさせていただきました。まあ、お酒は勉強するには経験則だけだとどうしても限界があんねんでという話です。なぜこの話を最初にやったかと言いますと、僕自身がお酒赤ちゃんやったというところから来るんです。まあバーテンダーでカクテルなんかを出してたりして、まあ数年間は働いてたんで人並み以上には詳しいと思ってたんですが、しかしじゃん、 YouTube の撮影にあたって本で勉強を始めてから、うわ、これまで知ってたことって本当に全体の1割どころか 1% にも満たないぐらいしか全然知らんかったんやなっていうのが分かっちゃったんですね。ちなみに動画作るにあたって基本的に参考文献にしているのはこちらになってます。曲がりなりにもバーで4年間働いていたので、多分ほとんどの普通の方だったら本当に何も知らん状態のままお酒なんとなく飲んでそれで一生終える方って大部分じゃないかなと思うんですね。じゃあどうやって勉強したらええねんっていう話が今回の動画の内容になってきます。さて、勉強を始めるにあたって一つ大切になってくるのは、とっかかりとなる疑問を一つ見つけること。これなんでかと言いますと、とっかかりとなる疑問があるかないかで、その後の理解が大きく変わってきます。例えば、小学校の授業でもこれはすごい意識されてて、例えば割り算の筆算の授業で、やってみるとしたら、いきなり公式を教える、解き方教える、だから問題解けでもずっと問題やらせるよりも、はい先生、今日バレンタインデーなので皆さんのためにチョコを1000個持ってきました、はい拍手、はい35人全員にこのチョコを平等に配りたいと思います。数バラバラだったら怒るやろみんな。ところでじゃあこれ何個配ったらええんかなみたいなところから、1000÷35 を筆算で勉強していくっていうところに流れを作っていく。そうすることでだいぶ理解の質も全然変わってくることってあるんですよね。じゃあこれお酒の勉強に当てはめるとすれば、まず最初の疑問が問題になってきます。どんな疑問があるのだろうということで、僕自身で、これから成人する方、まあ、今未成年の方から、まあ成人して大体25歳ぐらいまでの方ですね、そういった方を中心にいっぱい聞き込み調査を自分でやってみました。お酒についてどういうことが知りたいですか、どんなことがわからないですかという質問をしていったところ、なんとこれみんな同じ答え返ってきたんですよね。僕自身もびっくりしました。ではここのみんなが挙げた疑問点から、今回のお酒の勉強のやり方について流れを作っていこうと思います。ではその疑問点第1位とはこちら、何がわからんかがわからん。初めてこの答えに落ち着いた時は、うわ完全にとっかかりないやん、詰んだ終わったって思いました。でもよく考えてみたら、この何がわからないかがわからない、この状態ってある意味当然のことなっちゃうかなと思うんですよね。どういうことかと言いますと、これ原因はまず社会の仕組みにあるのではないかと思います。なんかでかい話だなと思いますよね。簡単なことです。身に覚えがある方も多いんじゃないでしょうか。二十歳になるまでお酒についてどう言われるかと言いますと、とにかくお前にはまだ早い、二十歳になってからや、法律でも禁止されてるやろ、お酒は二十歳になってから、めっちゃ言われますよね。耳にタコができるぐらい言われます。ここで、一つ、お酒は確かに体に悪いとはよく言われますが、じゃあ未成年の状態で飲むとなんで体にどう悪いの、これ答えれる人って非常に少ないですよね。じゃあここで成人をしました、成人した後何を言われるかと言ったら、お酒についてでも知っててなんぼや、当たり前やろ、正しい飲み方しなあかんでできるやろみたいな、こんなことが常識に普通にポンと言われませんか。これはちょっとおかしいでしょう。いきなりここの間に何が起こってん、そんな二十歳になった瞬間に人間はギャンって成長するわけでもないです。ポケモンでコイキングからギャラドスになるわけではないんです。でもここのギャップって大きいですよね。これって別にお酒に限らずに、例えば女性だったら化粧であったりとか、他にも恋愛やコミュニケーションであったりとか、まあ他にも税の仕組み、まあそういったことなんかで、ね、多くのこと、これ学校で教えてやってことはあったと思います。これについてお酒も同じことが起こってるんですよね。いきなり道を歩いていたら、いきなり目の前にサスケの反り立つ壁がもうできている、そんな感じです。じゃあここで大切になってくるのは、この目の前の反り立つ壁をまずはある程度乗り越えれるように階段にしちゃうこと、階段作ること、ステップアップで勉強できる状況が非常に重要になってきますよね。ということで今回のチャンネルでは、この反り立つ壁を階段にしていく、お酒の勉強も 1,2,3 ステップで勉強できる、そんな状態を作っていきます。それでは今回のメインテーマ、お酒は3つのステップを順番に踏んで学んでいくことが重要になってきます。それは1つ目自分を知ること、2つ目飲酒について知ること、最後に3つ目でお酒を知っていくこと、この順番が非常に大切です。
まず最初のステップは自分を知ること。これはお酒に対して自分の体質が強いのか弱いのか、これを知っておきましょうということです。お酒の強さというものに関しては基本的に遺伝子、生まれた時からすでに決まっています。これは、いろんなイメージがあると思うんですが、科学的には 3×2 の6タイプのみに分かれてきます。この6タイプのうち自分がどのタイプに当てはまるのかということをまずは知っておくことが非常に重要なんです。でさらにこの6タイプに関連して他の体質のこと、性別や体重、年齢など他にも健康状態ですね、こういったところがさらに関係してくるんですが、まず自分はどのタイプか、それで自分が強いのか弱いかによってこの先、飲酒お酒について知っておかなあかんことがどんどん変わってきます。なのでまずは自分を知ることっていうことが最初ですね。2つ目は飲酒について知ること。これは、まあ、いわばお酒ってアルコールが入っているかどうかですよね。じゃあこのアルコールを体の中に入れたらどんなことが起こっているの、酔っ払うってどんな仕組みなのか、体にどんな症状が起こっているのか、お酒を飲むことによるメリットやデメリットは何があるのか、こういったことを、次に勉強していきます。ここで上手な飲み方であったりとか、他にも飲みすぎたらどういうことが起こっちゃうのとか、未成年がなぜ飲んではいけないのか、そういったことをもろもろここで解説していきます。まずここで自分で自分が強いのか弱いのか知っておくことによって、ここで個人個人それぞれ違った対処の仕方も覚えていくことができます。そして3つ目のステップではやっとお酒について知っていきます。ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、ビール、ウイスキー、ブランデー、他にもワインや日本酒、焼酎などなど様々なお酒を知っていったり、カクテルってまずそもそもなんやねんっていう話から、自分の好みのカクテルを探していく旅に出かけたりとか、まあそういった内容となっていきます。基本的にまずこっからやる人がめっちゃ多いんですよね。ただこれ、まあここだけ知るのもまあええんですけど、この自分を知って飲酒を知ってからこのお酒に行く方が圧倒的に理解の段違いになってきます。理科の実験なんか思い出返してみてください。理科の実験っていきなり実験始めてもなんかわけわからんって状態ですよね。理科の実験をするにもまず何を求めたいんか、どんな結果が欲しいのかという前提条件がまず必要。そしてその次に実験に使う器具の使い方、例えば火であったり薬品であったり危ないもんいっぱいありますよね。使い方適当にやったらすぐにベーってやってしまったりしますけど、それをしないように正しく取り扱えば実験で素晴らしい結果が出すことができる、こういった取り扱い方、そしてやっと実際に実験にする、このステップを踏む、前提取り扱い方、実践、これもそのままです。自分という前提を知って、お酒を飲むという取り扱い方を知って、そして実際に実験をする、実験として飲んでいく、この3ステップを踏んでいくことがお酒にとっても非常に重要という話なんです。それでは次回からは早速お酒を学ぶ3ステップの自分を知るステップに入っていきます。まずはこの 3×2 の6タイプ、もう遺伝で決まってるこの6つの枠組みの中に自分はどれに当てはまるのかというところを探っていくところから入っていきましょう。まずこの 3×2 という分けた理由もございまして、まずこの3というものがお酒を飲まなくても、もう未成年でも簡単に、検査が可能なものとなっているので、まずは次回はそこを解説していきます。では次回も、ぜひこちらを参考にしてお酒について一緒に勉強していきましょう。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。